子さんが言ってたな。女優の8割は整形をしてるって。ここに登場した芸能人ももろに整形して、さらには顔がおかしなことになってたわね。ということで今日はだな、バレバレな整形をした芸能人を紹介していこうと思う。今と昔で全然顔が違う芸能人って多いのよね。まず最初に紹介するのは、女優の新垣結衣さんだ。あのガッキーが整形だっていうの？ああ、ガッキーはなりたい顔ランキングで毎年上位に入る最強顔面の持ち主で、ドラマでも大活躍だが昔と現在の画像で比較するとその差は一目瞭然なんだ。これが現在の写真だ。相変わらず劣化知らずで美しいわ。ではこちらが6歳の頃のガッキーだ。面影が全くないわ。子供特有のすきっぱの状態だからかな。いやけど顎も少ししゃくれているし目も一重か奥舞台だから全然違うわね。これが2001年にファッション誌ニコラのオーディションでグランプリを獲得しモデルデビューを果たした際の画像だ。若干面影があるかな。だけどガッキーと言われなければわからないレベルだわ。ガッキーが今と昔で顔がだいぶ変わっていることは間違いないようね。ではガッキーがどこを整形してるのかというと、目と鼻と顎をいじっているんだ。ガッキーの目は10代の頃まではつり目をしていたが、その後は優しい目に変化しているため、目尻切開をした可能性が高いと言われているな。まぶたも奥二重からくっきりした綺麗な二重に変わっているから二重整形もしたんじゃない？二重整形については白だと判明しているんだ。なぜなら2018年7月10日に放送された、スカットジャパン2時間スペシャルで二重を一瞬で一重にするという特技を披露しており、二重整形をしているならこの特技をするのは無理だと言われているからな。ほう、じゃあ二重については合い口やメイクの可能性が高いってことね。だな。そして鼻も団子鼻気味だった鼻がツンと綺麗な鼻になっている。これは間違いなく鼻に人工軟骨のプロテーゼを入れていると言えるんだ。鼻に関しては間違いなく整形っぽいわね。ありえないくらい尖ってるわ。そして顎は以前はしゃくれていたが現在はしゃくれていない。これは化学骨切り術を施した可能性が高いと言われている。結構いろいろいじっているのね。この事実はファンはかなりショックなんじゃない？ただガッキーの場合、整形していると言っても、さりげないというか自然な感じになっているから、逆に好感が持てるという意見もあるんだ。整形してこんなに可愛くなってくれてありがとうと言われているくらいだぞ。確かに、整形してでもあの可愛さは維持してほしいかもしれないわ。続いて紹介するのは、女優の木村佳乃さんだ。クールビューティな見た目をしているのにバラエティ番組では体を張った企画にも挑戦していたり、幅広く活躍しているよね。そんな木村さんだが今と昔とでは目の大きさと鼻の高さが違うことから、整形をしていると噂されているんだ。まずはデビュー当時の木村さんの画像を見てみよう。若い頃からお美しいわ。そしてこちらが現在の写真だ。こうやって見ると別人にしか見えないわね。痩せしたからかもしれないけれど、明らかに目の大きさや鼻の高さが変わっているわ。目については目頭が鼻にかけての切れ込みが深くなっていることから、目頭切開をしていることがわかるな。若い頃は奥二重だったけど現在はパッチリ二重になっているよね。ああ、これは二重整形が濃厚だな。また鼻も高くなっているから、プロテーゼを入れている可能性も高いんだ。整形しなくて十分美人だったのに、いつ頃から整形をしたの？では昔から時系列に沿って画像を見ていこう。まずは1996年の木村さんだ。綺麗な一重をしているわね。続いて2004年。うっすら二重になってきたかな。そして2010年。あ、はっきりと顔が変わってきたわ。この頃から木村さんに整形疑惑が持ち上がるんだ。そしてこちらが2014年。不自然なまでに二重がはっきりしてきているし、鼻筋もしっかりしてきているわね。2016年になると今の木村さんの顔が出来上がっているぞ。本当だわ。2010年から整形を徐々に始めて2015年頃に完成したって感じかしら。木村さんの整形について世間はどう思っているのかしら。ツイッター上では木村佳乃、なんで整形しちゃったんだろ。前の切れ長の目が好きだったのに、今は不自然で腫れぼったい二重まぶた。木村佳乃があからさまの目の整形、目頭の切れ込みはヤバいです。といった声が見られているな。昔の顔の方が良いって意見が多そうだね。私も昔の顔の方がタイプかな。続いて紹介するのは、女優の米倉涼子さんだ。ドクター X を筆頭に多くの主演作で高視聴率を叩き出しているから、視聴率女王の異名も持つんだよね。かっこいい女性として憧れの的である米倉涼子さんにも整形疑惑があるんだ。これは米倉涼子さんが17歳の時に全日本国民的美少女コンテストに出場した時の写真だ。
ってと、どれが米倉涼子さん？言わなきゃわからないよな。審査特別賞を受賞している一番右側の女性だ。この翌月、18歳の時モデルデビューした時の写真がこちらだ。本格的に誰？メイクをしていないにしても違いすぎるわ。では現在の米倉涼子さんの画像を見てみよう。これぞ皆が知っている米倉涼子さんだね。メイクや表情の違いもあるかもしれないけど、目が明らかに違うわね。これは素人目から見ても明らかだわ。そうだな。デビュー当時の米倉さんはすっきり一重だったのは確実だが、現在は誰がどう見てもパッチリ二重だ。一重から二重に整形したのは間違いないようね。また目頭切開もしていて目が横に大きく開いているのがわかるな。目の整形するだけでもだいぶ変わるものね。また鼻も昔に比べて高くなっているんだ。確かに不自然なくらい鼻筋がシュッとなっているわね。鼻筋はメイクじゃどうしようもないからな。つまりは鼻も整形をしてる可能性があるってことだ。米倉さんはいつくらいから整形しているのかしら？デビューから2年でここまで変わっているぞ。芸能界に入って垢抜けたのかもしれないけど、ただ垢抜けただけでは説明のしようがない変わりっぷりだね。この写真から20歳の時点では二重になっていたことがわかる。そちらは27歳の時の米倉さんだ。綺麗だわ。この段階では鼻はまだいじってないようね。こちらは29歳の時の米倉さんだ。ここで鼻が明らかに高くなっているのがわかるわね。また目頭が鋭くなっているから目頭切開もこの段階でやっているだろうな。こちらが33歳の時の写真だ。さらに鼻が高く、しかも小鼻になっているわね。違いがはっきりしているから目は20歳頃、鼻は29歳頃に整形したのが容易にわかるわ。そうだな。だが過去にはネットで整形疑惑が続出したことに対して、整形疑惑わかる。全然顔違うと、テレビで言ったことがあるんだ。遠回しに整形は否定しているんだね。そしてこれが2023年現在、47歳になった米倉さんの写真だ。本当にいつの時代もお綺麗だわ。整形でも美容法でもどちらでもいいから、これから綺麗でかっこいい米倉さんでいてほしいわ。続いて紹介するのは、元 HKT48 のメンバー指原莉乃さんだ。今ではレギュラーバラエティ番組をいくつも持っていて大活躍しているよね。そんなテレビで見ない日はないさっしーだが、顔が変わりすぎていて整形したと疑われているんだ。これは AKB48 オーディション時の写真だ。メイクしてないからか顔がふっくらしていて、なんか上京したての芋っぽさを感じるわ。そしてこれが2023年1月3日放送の VS 魂に出演した時の、サッシーの現在の顔とデビュー当時の顔と比較した画像だ。確かに現在の顔と比べると別人のようだね。やはりこれは整形のなせる技なのかしら？そうだな。本人は整形していないと宣言しているが、ほぼ確実に整形しているだろう。ではサッシーの顔変化を時系列に沿って見ていこう。これは17歳の頃だ。黒髪で少しきつい印象の目をしているのね。これがスキャンダルにより HKT48 に電撃移籍した時の写真だ。これを機にサッシーが広く世間に認知されるようになったのよね。目が優しくなった印象だわ。こちらは20歳の時に選抜総選挙で初めて1位を獲得した時の写真だ。デビュー当時と比べてかなり目が大きくなっているわね。心なしか鼻もシュッとしているように感じるわ。サッシーの変化が目に見えてわかるようになってきたのは23歳の頃からだ。ナチュラルメイクでも目が大きいのがわかるわ。これは選抜総選挙で史上初となる3連覇を達成した24歳の時だ。二重の線が目頭からはっきりとしていて、顎のラインがシュッとして口元が小さく見えるのがわかるわ。こちらは26歳の時に HKT48 を卒業した時だ。色白で顎も鼻もシャープで小顔、目も大きくパッチリ二重でまさにアイドルって感じだわ。もうデビュー当時の面影はどこにもないわね。そしてこれが2022年、30歳になったサッシーだ。以前はよくテレビでブスいじりされるのを見ていたけど、もうブスだなんて言えないわね。ああ、だがその代わり整形だという話題が止まないんだ。具体的にサッシーはどこを整形したのかしら？まずサッシーは目の下のクマを取っていると言われているぞ。本当だわ。メイクしても隠しきれてないから整形っぽいわね。涙袋はクマを取った影響？ああ、目の下のクマを取ると涙袋が出現する方もいるから。サッシーは目の下のクマを取ったことでより涙袋が目立つようになったんだ。一石二鳥だったってことね。また2021年8月放送トークイーンズでは二重整形を受けた影響で、目が腫れていると話題になったんだ。めっちゃ目に違和感があるわ。なぜ二重整形の影響だとわかるの？これはおそらく二重整形後のダウンタイム中で、美容整形手術後に腫れや痛み、内出血といった状態から、通常生活に戻るまでの期間だったんだ。二重整形をしてから完成までは最低でも1ヶ月。
平均で3から6ヶ月かかると言われているぞ。仕事が忙しいから休めなかったんだろうね。また以前は花が丸くていわゆる団子花だったんだが、今は花先が矢印のようにとんがっているのがわかるな。横からのアングルで見ると花先の違いが明確だね。そして顎やフェイスラインがシャープに変化しているが、これは歯列矯正の効果だと考えられている。サッシーはツイッターで歯列矯正をしたことを告白しているんだ。歯列矯正は公に公表しているのに他は隠しているんだ。続いて紹介するのは、女優の釈由美子さんだ。端正なルックスと確かな演技力でたくさんの映画やドラマに出演してきたよね。そんな釈由美子さんは最近、顔がボコボコになったと話題になったんだ。ボコボコってどんな状態よ？これがその写真だ。確かにボコボコしているわ。なぜこんな状態になってしまったの？度重なる整形によるほころびが原因だと言われているぞ。整形がうまくいっていた前世紀の頃の釈由美子さんを見てみよう。整形とはいえここまで綺麗だなんてあっぱれだわ。そしてこちらが整形前の小学生の頃の釈由美子さんだ。釈由美子さんとは似ても似つかないレベルに違うわね。これは相当顔を変えなきゃ前世紀の姿にならないわよね。ただ高校になるとだいぶ顔が我々の知っている釈由美子さんに近づくんだ。やっぱり10代は顔の変化が激しいのかしら。そしてこれが釈由美子さんの代表作とも言えるテレビドラマスカイハイ時代の頃の写真だ。綺麗な顔立ちをしているわ。ここまで見ると整形というより、顔が成長とともに変わったのとメイクの力って感じかな？ああ、だがここから3年後釈由美子さんは大きな変貌を遂げることになる。それがこの写真だ。一気に別人に変わったわね。鼻の存在感がえげつないわ。まず一重がパッチリ二重になっているから二重整形は確実だ。また鼻にはプロテーゼを入れてる可能性が高く、一説では歯をすべて入れ替えたと言われているくらいだ。この変貌ぶりならあり得るわね。またこれは45歳の釈由美子さんだがシワが一切なく肌ツヤがいいから、ヒアルロン酸を注入したのも間違いないだろう。ただヒアルロン酸は稀に失敗することもあり、入れた部分がボコボコになってしまうんだ。それであの写真のようになってしまったのかしら？それもあるが皮膚を引き上げるリフトアップ整形を行った時にできるボコボコだとも言われているんだ。いろいろ施しているのね。釈由美子さんは趣味は整形と公表しているくらいだからな。最近では整形をポジティブにカミングアウトする芸能人も増えてきたけど、釈由美子さんもその一人だったのね。続いて紹介するのは、歌手の宇多田ヒカルさんだ。アルバムファーストラブは歴代最高売上枚数を記録しているんだよね。あれだけの美声があるなら整形なんて必要ないのに。そうだな。こちらが12歳の時の宇多田ヒカルさんだ。すごい大人びた12歳だね。だけど今と顔が全然違うわ。こちらは1998年に15歳でデビューした時の宇多田ヒカルさんだ。一気に垢抜けたけどそこまで変わってないようにも見えるわ。これは1999年のファーストアルバムファーストラブのジャケットの写真だ。あれ、急に二重に変わっているわね。その後20歳を超えても二重であることが確認できる。おそらくだが宇多田ヒカルさんは芸能界デビューと同時に、アイプチをしたと考えられているんだ。アイプチだけでもだいぶ目が変わるものなんだね。こちらが27歳の時の宇多田ヒカルさんだ。すごい綺麗になっているわね。鼻が高くなったかな？その後は5年間活動を休止し2016年に活動を再開している。そして2022年39歳になった宇多田ヒカルさんがこちらだ。美しい大人の女性って感じだけど、こうやって時系列で見ると、目が大きくなって鼻も高く小さくなって、年々顔が変わっていってるのは紛れもない事実のようね。世間の反応を見ても目や鼻に違和感を感じている人が多く整形して可愛くなったという声が多く見られるな。やっぱり整形はバレバレなんだ。顔が変わっても歌声は変わらないままでいてほしいわ。最後に紹介するのは、歌手の愛子さんだ。ボーイフレンドやカブトムシなどの大ヒット曲が有名よね。幅広い世代から支持されている愛子さんだが2005年頃から整形疑惑が浮上しているんだ。もうすでにトップアーティストの仲間入りを果たしている頃よね。ああ、特に鼻が劇的に変化したと言われているんだ。では2005年以前の愛子さんの写真を見ていこう。これはデビュー前にオーディションを受けていた時の写真だ。少しぽちゃっとしていて顔も少し違うように感じるわ。時期はよく整形前の写真として引き合いに出されるのがこの写真だ。赤い髪の時もあったんだね。目がかなり腫れぼったい印象だわ。そしてこれがデビュー後だ。丸っこいお花をしているわね。悪く言えば団子花かな。そしてこちらが整形疑惑が湧いた2005年の愛子さんだ。一気に変わったわね。花頭が上を向いて丸かった花の穴がハの字になっているわね。
デビュー当時の写真と比べると鼻筋の角度の差が歴然だぞ。これは整形による変化と捉えて間違いなさそうだけど明らかに綺麗になってはいるよね。愛子さんの整形についてはマツコデラックスが指摘したことで話題になったことがあるんだ。もしや暴露してしまったの？もちろん名前は伏せていたがな。2017年9月9日放送のバラエティ番組マツコ会議の中で、癒し系女性歌手の整形について、次のように断言したんだ。〇〇は整形なんだよ。あんなライオンみたいな鼻にならないんだよ。横を向いて眉間から鼻が出てるやつは、大概整形だぞ。一辺へこむんだよ。鼻筋はまっすぐになんかならないんだよ、日本人が。愛子さんの鼻には手はまるわね。そのためネットでも癒し系女性歌手は愛子さんのことを指しているのでは？との声が多数を占めていたんだ。まあ整形していたとしても愛子さんが唯一無二の女性歌手であることは間違いないよね。これからも女性の憧れの存在であってほしいわ。ということで今回はバレバレな整形をした芸能人について紹介したがどうだった？みんな整形バレバレなのに堂々と活動しているよね。いっそ公表しちゃえばいいのに。これだけ影響力のある方々が整形をしているって公表すれば、整形がより日本にとってポピュラーになものになるかもな。みんな整形でこれだけ綺麗になれたんだから整形ブームが到来するだろうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。